絶対に載せないような写真を載せてます。そうそう、でも今月はね、お話し会とかいろいろたくさんイベントがあったんで、すごいなんか写真がいっぱいあって迷った。お、ありがとうございます。あざとかわいい。お、お話し会、そうか、お話し会なんかまた二次受付なんだろう、なんかまた始まりましたね。そう、おもこいキャンペーンの動画当選したんだ。何の動画だろう。おめでとう、温かった、おめでとうございます。そう、ツイッターにさ、すごいね、どうしよう、どういうタイミングで載せようと思って。ありがとう。当選、そうそう、ちょっとね、いつもそうやってどんどんあざとい写真が送られるくらこちゃんになっていくので、あ、忘れないでねって、あれね、あれね、おお、くらこを見てフォローキッズありがとうございます。わあ、本当にありがとうございます。そう、昨日くらこんの放送がありましてね、すごかった、びっくりした、私は、ね、恥ずかしい、恥ずかしい、やったー、クラコ面白かったわね、そう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 、こっち見たんですか、もう皆さん見た、見たかった、私だ、お疲れ様やほい。そう、私もリアルタイムで見たんですけど、そう、あのクラコンで、そうそうそう面白い、あのなんかくだらないことをなんか全力で2期研究生が挑んでいくみたいなっていう、そういう番組なんですけど、そこであのすごい、もう一番くだらない、これはお蔵入りっていうか、くだらなすぎてお蔵入りだみたいなっていう、そういうお蔵入りのクラコちゃんっていうのがあるんですよ。お蔵入りするのをいっぱい入れる家の形をしたクラコちゃんっていうのがあって、そのクラコちゃんの中に、あの毎回その中にちょっと入れていくみたいな、そういうのがあって、そう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 、そう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 、くだらないコンテンツ、おお、ありがとうございます、こんばんは。私はそうそう、月に1回しかなくてクラコンが、ありがとう。そう、まさに私は、まあちょっと、じゃ本当に私そんな、こんなにまさかあんなに、あんまりカットがなくて、まさかあんなに放送されると思ってなかったんで、私は本当にびっくりした。恥ずかしい。そう、あの一発芸の時に、私あの特技で、最近特技に追加された、お、ありがとう、いいんかい、お腹鳴らすっていう特技をしたんですよ。でもその時鳴らんくて、私お腹があんまり、いつも鳴るんやけどさ、鳴らんくてすごい待たせてしまって、それが、私はそれはもう、あ、これはもう事故なんだと思ってたんですけど、それが良かったみたいです。そう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 、すごい特技ですか。そう、その時の顔が自分でも笑っちゃった。そう、緊張してたっけんかな、面白かった、よかった、
もっとバズ、おお、もっとバズってた。そう、10分も、経ってたんですね。私気づかんかった、あんまり。私は鳴らすことに精一杯だったんだよ。本当に申し訳ないなと思ってた。そうそう、あとはなんかいっぱい他にもあったんですけど、なんか宇宙人と遭遇した時の反応とか、あと、もともとあるものに違う名前をつけようとか。あ、他のメンバーのは、そう、初めて見たのもあれば、見たのもある。一緒に見たのもある。そっか、私はシュールなのか。私、シュールなんか。そうそう、茶碗蒸しをちょっと名前を変えてみましょうとか。あと、中島さんのアーシャに名前をつけてみようとか。まさかね。あ、プライベートジェット。そう、強そうな言葉とか。そう、私がそうどんどん言っていた回答がまさかの、なんか最終的に全部つながったんや。最終的になんか今まで言ってきたものものが全部つながって、もうすごいことになった。明日15夜なの。こんばんは。あとな、そう、見てくれた方もね、ありがとうございます。そう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 。全然全然。そう、そんな感じ。本当。いや、私本当にあんまりそんなダメと思ってたん、私ダメダメと思って、あ、今日満月なの。めっちゃ見たい。そんなダメダメと思ってたからさ、びっくりした。あ、そうそう、ネックステレビも。全然私そんなじゃないですよ。全然禁煙するあればないですよ。うん、そう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 、そうね、あんまり私もちょっとこれからもちょっと気を張らずに 自分らしくやっていこうかな。そうそう、全く、ああ、高尾、京都県の、あ、京都府のね。そうね、そっか、玉ねぎ切るだけ配信もちょっとおかしいのか。ちょっとこれからもちょっと自分らしく頑張ろう。うん、ありがとうございます、サインカード。ほんとやった。頭が入ってるし、これからもじゃあ自分らしくしていきますね。あんまり気負わず、気を張らず。ね、そうだね。自分のままでいきましょう。ありがとうございます。ね。ね、でももう私が次回出るクラコンにもしまた出演させていただけるとしたら、その時にはもうすごいレベルになってそう。
もうもっともっとどん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 なんかテーマが増えていってすごいことになってそう。なんか多分ツイッターにもどんどん更新されるんじゃないかな。なんか嬉しい、なんかこんなに褒めてくれるなんて。即興歌謡は私も やったけど、ずっとルールルールルールずっとルールルールって言ってたからな。そうそう、びっくりしたよ本当に。お、久々テレビで笑いました。嬉しいこんなにそのそういう言葉たちが嬉しいとは。そう、私録画したいよちゃんと。ルールルルルルルルみたいな感じでした。って見れないのかも。テレビでしか見れんのかね。そう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 。ね、スチューデンツもどうなんだろう。わかんない。やったね。ありがとうございます。ね。あ、なんか再放送あるんだ。さあ、ヤンチャンネル作れたらね。ベタ褒めされまくる。え、そうなの？ベタ褒めされてるの？でもね、私はそんなにね、そんなにそんなに面白いなりではないですよ。でも嬉しいな。ね。うん。そうだね。あ、今日もありがとう。来てくれた。おお、やった。そう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 。でも私も自分でもなんであんなにパッパッとひらめいたのか分からん。あの時はやっぱ冴えてたんでしょうかね、頭が。あの時本当にすぐパッパッてね思いついたんですよね。んだよな。え。わらがめ様ですかね。ねえ。だって私がこんなになるとは絶対誰も思わなかったと思う。何食べたっけその時。そうなんだ。でも楽しかったです本当に。もしかして、お、ピアリック届いた。あいよあいよ。もしかしていつもこうやって配信の中での大喜利とかしとるけんかな。大喜利とかしたりしてるからかですかね。284日だ。パチ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 。お、そうなんだ。私の方が2個上。なんかね、そうそうそう、大喜利。
284ネジ大喜利してますからあ、いつも真面目だった休みなさい。そう今日はね、そうそう下地を買いましたとさ、なんかずっとなんかいいファンデーションとか下地とか全然私分からんで、ほんとそう今日もいい感じ。よかったよかった。今日はなんかここだけに使ったんだよね。ここだけに使った。そうそうメールに書いた。そうありがとうございますってくれて。あのね、これボール&ジョーですよ。ボール&ジョー。ファンデーションプライマーみたいな、これなんかいろんな方が使ってて、おリトチャミチャミ参加希望、お楽しみ、お楽しみです。じゃーん買いました、私もついにポール&ジョーだよこれ。なんか私結構ちょっと乾燥するんですよね、なんかすごい保湿したくて。そうこれは一番化粧水とか塗った後にこれを塗ります。えクラフォン見て一気に好きになりました、ありがとう。そんなこともあるんですね、ありがとうございます。え下地同じガチゴリみたいに見た、ドレッシングかと思った。あのね、私これになんとこちらを合わせようと思ってもらいます。ドレッシングじゃないよ、このそうですフェイスパウダー、フェイスパウダーをねしようと思って、この化粧下地をして保湿した後にこのサラサラしたパウダーをなんかこう塗ったらめっちゃサラサラになって、めっちゃなんか自分の理想の肌になったんよ。何味何味お、oh, It's a beautiful today. Thank you. Nice to meet you.でね、このケースも選べたんで私こっちにしました。2つあったよね、限定版と2つあったんですけど、じゃん、そう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 、これもポーランド城もう揃えた一緒にね、これはポーランド城の岩っていうこの花みたいな柄、もうみんな荒ぶってますね。みんな荒ぶってますね。うん、これ私のですよ。ゲットしました。かわいいね。ちょっと装着してみようと思います。こちらに。せっかくなので。ここ触ったらめっちゃサラサラなんよ、ここだけ。いや本当にアイドルさんみんな、ほぼみんな皆さんこれを使ってるんよ、ほぼ皆さんこれを使ってて気になってたんですよ私も。でもこれは私なんかイーベとかブルベとかあるやんの顔に、私多分ブルベで、多分この下地はイーベと思ってて、最近ずっと使ってなかったんやけど、あんまり関係ないってことを知って、そうそうそう
めっちゃ女の子の会話ですね。めっちゃ女の子の会話してる。ね、ちょっと分かりにくいよね。わ、これどうしたらいい？こうしたらいいの？おっと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 、私こういうの苦手よ。こういうの苦手よ私。これを、え、あ、これか。おっとっとっと、私これ、わあ、私こういうの苦手。装着しております。そう、もし私がこれを何回かしてほんめっちゃいいと思ったらまたおすすめしようと思います。おうおう、ちょうどよくなった。イエーイ、装着できたよ。ケースとね、これがまた別々になってるのでね、良きです。めっちゃだけど、ほんとサラサラになるよ自分の顔が。そう、私別々、そう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 、なんかドラえもんも知ってるかも。死にさら使うの楽しみ。ちょっといろいろ粉が落ちたんやけど、どうしよう、どこに落ちたかな。さすなりたい、ぜひぜひぜひ。これで私はもっといい感じに。そうなんよ、なんかすごい潤いが欲しいけど、私サラサラもしたくてどうしようって思っとって、そしたらこれが、この合わせが私は一番良かった。乾燥しないしサラサラするみたいな、最強すぎる。欲張りやね。え、でも男性も全然使えると思うけど、わかんない。そう、ベタベタはなんかちょっと嫌なんですよね。そう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 、そう、これから冬だから乾燥するもんね。そうだよ。あらら、おやすみなさい。そう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 、2つでね、そうね、9000何円かだった。そうでね、今ね、なんか今なんかその2つを買ったらもらいたいね、このポーチが。すごくない？なんかちょうどキャンペーン中か何かで、なんかちょうどよかった、嬉しかったわ。そう、メイクポーチいいよね。でもし迷われてる女の子とかね、このそう、ただ結構大きいですよね。といてガサガサビリビリ、じゃーん、かわいい。こういうポーチ持ってなかったよ私、こういうポーチ持ってない、丸い。
そうそうそう。オープン。じゃん。わお。いい感じです。あ、でもシンプルです。シンプル。ん？なんかポッケがある。なんかポッケがある。なんだろうこれ。何に使おう。あ、これをにこれを入れるの。そういうこと。見つけやすい。見つけやすい。貼りたいね、いっぱいある。びっくりした。これはね、いいですね。写真とか入れた方がいいかな。ね。顔入る。顔入るかもしれん。顔が持ち歩けますね。入りそう。え、多分帽子なりそう。そのぐらい大きいですね。でもこれ使ったらなんかちょっと汚れたら悲しいな。これ帽子にする？かわいいよね。いやー嬉しい、嬉しいな。あといっぱいもらったんだよね、サンプルも。嬉しい。使いたい。めっちゃいい匂いするんですかも。楽しみです。わお、お、やっほい。そうだね、使われるために存在してるんよ。そう、私はいつもそうなんよ。使わないんですよ。私はいつも使ったら汚れたら嫌だから使わないんですよな。そう、リップが最近漏れるんですよね。液漏れするの。液漏れせんと思ったのに液漏れするんよ。もしその液漏れせんのがついたらさ、悲しいなと思ってね。え、けん、私ゲームとかもなんかいっぱい回復薬とかもらえるじゃないですか。そういう使いたくなくて、絶対に回復薬はあんまり、絶対に必要な時にしか使いたくないよ私は。ポケモンとかもなんとなく、まあ、すごくいい傷薬とは常備してるんちゃんと、とかいい傷薬と傷薬があったら傷薬をいっぱい使う。で、絶対にこれはもう絶対にもうこれ勝てない、もう無理ですと思った、もうこのままでゲームはなっちゃうよってなったらもうすごい傷薬を使うけど、そう結局使わんのよ。そうそう、もう私はその傷薬を使いたくないけん、もう何回も何回もあのポケモンセンターなんだっけ、あのてん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 てな、あそこ、そこでもう回復する。もう何回も何回もそこでレベルアップしてみたいな。そう、ポケモンわかる。私何回も往復してるんよ、草とポケモンセンターを。そうだよね。そうやけど戦闘なんだっけ、時間めっちゃ長いと思う。何でもかんでもそうですね、ゲームは。ゲーム系はもう使いたくないの、アイテム。
ね、使いたくないよ。なんてやろうね。え、何でもかんでもよ。私は何でもかんでも使いたくないよ。そうなんよ。アイテムを使うためにゲットしたり買ったりしてるのに使わないんよ。そう、ポケモンが一番ね、あるかも。そう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 、何でもそうですね。あとは何だろう、そうそうそう、いずれ使う場面があるって思ったら貯めてしまう。それが日常生活でもそれになってる。私もこれはいつか使うと思って買うけど、そのいつかのためにずっと残してる。あ、ポイントカードも、あ、ポイントカードね、ポイントカードは使うかな、どうだろう。でも使わないかもしれない。そう、最後まで使わないマックスになったらどうするんだろう。使うかな、どうだろう。そう、いつかは、そう、図書カードとか使わない。いつかのために使う。私カード系は絶対作るタイプですね。ポイント大好きなんよ。私ポイント大好き。そうそう、下並びもそうそうそう、ためてたそう、カードがどんどん増えていってる。ポイントカードわーい、そんな感じですね。あ、カードコレクターさやか、カードキャプターみたいな、カードキャプターさやか。私もポイント一見、ペイとかも好き。ペイはどんどんポイントが溜まっていくんですよ。現金で払ったら絶対にもらえない、何円かがペイやったらもらえるけん、ペイが好き。お、頑張って。ペイ、なんだ、ペイ、なんていうんかな、電子決済、なんていうんだ、電子決済、なんだかな、ね、電子決済です。私はペイって呼んでるよ。私はキャッシュレスだ、キャッシュレス。私はキャッシュレスのことをペイって呼んでるよバレた、ペイって呼んでるの、バレた。え、ペイが一番わかりやすいもんだって。あ、本当？ペイっていう方もいる。そう、わかるよね、ペイでも。でも独特なんだよねペイです。ペイで どこも、大体どこもペイ使えますね。もうびっくりしちゃう。
絶対絶対昔からあるようなお店でも、もうそのペイのなんかシール貼ってあったりしますもんね。使えますみたいなシール。すごいよ。私も最近財布はもう持ち歩かないんですよね。ね、私最近そう財布を持ち歩かんくなってしまって、もう絶対にペイできると思って。そうそう、手数料。そうなの？そう、現金を使う、そう、機会が本当に減ったの。本当になんかもうタピオカとかを買う時ぐらいですもんね。そういうものを買う時ぐらいですもんね、現金を使うの。もう使いこなしてるよペイ。よく。あ、そうなんだ。タピオカ。タピオカね。めっちゃ飲みたいんですけど。サイアンピー。タピオカそう。あ、チキンバーガー食べたい。最近飲もうとしてるタピオカ。でもタピオカ飲もうとしてもね、あの財布がないからさ、買えないんですよね。そうそうそう。そう。そう、まず買えないのよ。苦手ペイ。でもペイはね、どっちでもいいと思う。ペイでも現金でも。バナナジュース何？今流行ってるの？バナナジュースって。今自動販売機とかも電子マネーですもんね。電子マネーできる自動販売機あるもんね。そうなんだ。今バナナジュースなんだ。そうなんだ。でしょ、タピオカって聞くと流行ってるんだ。そうなの？全然知らない。わお、さやかやつビューティフル。そう、バナナ大しちょっと苦手。ねけん、飲むことはないですね。そう、もうボタン押さなくても買えるんだ、自動販売機。健康にもいそうだよね。そうなの、そうなのよ。そうなのよ。でも子供の頃は食べてた、めっちゃバナナ。子供の頃めっちゃ食べてた。バナナばっか食べてた。なんか常に家にあったんよ、バナナが。そんなバナナ。
なんで苦手になったんだろう。ちっちゃい頃食べてたんですけどね、いっぱい。こんばんは。分かんないんだよね。そうそう、クレープはいつもベリーチョコ、いちごとか、チョコとか。バナナチップスって何？じゃあ私が、ではそろそろ終わりましょうかね。今日もカラオケできるのかな？みんな今日もありがとう。なんか今日はめっちゃ喋ってたし。あ、可愛かった、ありがとう。そうだね、今月、10月、もう10月とか、10月とは7年目たくさんしようと思います。時間を見つけてね。ね、今日めっちゃ、なんだっけ、月が綺麗だって。見たいな。そう、12月でちょっと七並べの、ランキング1位か2位をちょっと狙いたいので、今のうちからちょっと頑張っておこうと思ってもおります。コイン集めとか全然。そう、12月にね、七並べのイベント、推しメンイベントランキングをちょっと1位か2位以内狙っております。そのためにちょっとコインを集めておきます。そう、カードも育てておこう。そう、12月はね、誕生日カードが来るんですよね。そう、CM の撮影はもうできるんですけど、その放送が私の誕生日に、誕生月に合わせて12月ということで。そうそう、ホップステップジャンプ、そうです。まだ撮影してない。ちょうど30秒早くてよかった、本当にね。12月4日です。サンキュー。そう、萌え台詞 CM。 早いな、誕生日おめでとう。早いな、もう10月ですね。そうそう、渡航期間が長いので。10月だね、もう早いね。早いですよ。明けましておめでとう。そろそろね、月見バーガーも食べないと。おお、ありがとうございます。私も知ってくれて嬉しいですよ。みんな早いね、本当に。あっという間にね、終わっちゃいますね。もうあと、じゃけんあと3ヶ月で2020年も終わりですもんね。早くない？私本当にまだ年越し配信覚えてるもん。年越し配信からもうあと、もう1年経つんですね。
と3ヶ月なんだな。ね、早いよ。早いよ。また書き初めをね、書く日が来るんですね。書き初め書くの早すぎんと思いますね。そう、舞浜がすごい、確かに舞浜のライブすごい昔に感じるけど、年越しは早く目に感じる。かげざめどうしよう、かげざめ何にしよう。もう迷ってる人。今年はね、日々を生きるにしたんですよね。ねえ、懐かしい。熱い、熱いはやばい。なんか難しいね。そう、船にね飾ってるんよ、影染めが。飾ってたんですけど、おー、やったー。10月の際も期待、ありがとうございます。10月もまたティフとかあったり、たくさんあるから。ね、私もそういうなんか自然体みたいな感じの目標にしたいですね。最近私ももうアイドル2年目になるん。もう少しで。ですね、私2年生って感じしないけどね。やっぱそうなんですね。何、2年目のジンクス。何、そう、なんかすごい実感が湧かない。1年目はちょっと日々を生きてきて、まあ、2年目はちょっと自分らしくみたいな感じのがいいな。オーディション確かショールーム配信したのが10月15日だっけな。確か一番最初の初日配信が確かそうね、10月15日から始めて、1週間ぐらい始めてオーディションで、27日に最終オーディションですね。でも10月はいろいろと、去年もいろんなことがあった月ですね。え、でもどん10月27日から私はもう2年生になるのか、それともお披露目の時から2年生になるのか。お披露目かな。ねえ、早いですね、本当に。そんな感じが全く合格してからかな。そんなこんな感じでね、合格からか。じゃあ2年生ですね。おお、握手試験あるの。じゃあちょっとめっちゃそろそろ、じゃあありますね。さやん、おにおいさん、ありがとう。猫
テラスさんありがとう、ありがとう、みゆみおさんありがとう、なおきさんありがとう、ゆうきさんありがとう、せいやんさんありがとう、さやんおにおしさんありがとう、みんさんありがとう、やっしーさんありがとう、せいやんさんありがとう、月見バーガー食べたいまいせんたんありがとう、なりばーさんお疲れ様、いでしさんお疲れ様、F 渋谷さんありがとう、りんさんありがとう、かずさんありがとう、りんさんありがとう、ひらにんさんありがとう、りくとさんありがとう、まき、なみみずさんありがとう、さとるんさんありがとう、かずさんありがとう、せいやんさんありがとう、さとるんさんありがとう、ひらにんさんありがとう、けんたろうさんありがとう、ネコテラスさんありがとう、ネッシーさんありがとう、ありがとう、ネッシーさん、あおちゃんありがとう、メガバイトさんありがとう、キックさんありがとう、ヒラリンハットさんありがとう、リンさんありがとう、メッテイヤさんありがとう、せんべいさんありがとう、きちねさんありがとう、たとるんさんありがとう、めってやさんありがとう、しんじさんありがとう、たとるんさんありがとう、あおさんありがとう、きちねさんありがとう、あおちゃんありがとう、大西くんありがとう、しろさんありがとう、かずさんありがとう、たとるんさんありがとう、なおぽんさんありがとう、りんさんありがとう、ネットサーファーさんありがとう、せいやんさんお疲れ様、あおちゃんありがとう、せいやんさんありがとう、あおちゃんありがとう、あーさんありがとう、なりばーさんありがとう、すべらんなあやんさんありがとう、りくとさんありがとう、なおきさんありがとう、八王子さんありがとう、トルンさんありがとう、くもはさんお疲れ様、ガリアンコさんありがとう、プッチさんありがとう、ポキさんキューさんありがとう、コックさんのシゲさんありがとう、ドラゴンさんありがとう、ナリバーさんありがとう、ザッキーさんありがとう、リンさんありがとう、いや、ありがとうございます、皆様、ナリバーさんありがとう、そうだね、うん、お、よかった、今日もありがとうございます、イッシーさんありがとう、なので、じゃあ今日は、今日もちょっと、じゃあ普通でいきましょう、ザキさんありがとう、そう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 、お、ありがとうじゃあ、いきますねなんか最近喉が乾燥する、なんかめっちゃ乾燥せん最近、やっぱりどんどん乾燥してきてるんだろうな、ね、加湿器欲しい、加湿器しようね、もう加湿器しよう、本当に、そう、のど飴買った、なんか生姜みたいな、生姜と蜂蜜ののど飴買った、もう皆さんのとこももう寒いんですかね、ブッチさんありがとう、リンさんお疲れ様、
お、よかった、今日もありがとね、ひとるんさん、ありがとう。10月もよろしくね。明日何送ろうかな、明日のテーマはどうしようか。明日のなんか、いつも月始め何か私テーマに沿ってなんか話をしてるんですけど、何か聞きたいこととかありますか、コメントしといてくださいな。お、ありがとう、かわいい、なるほど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 。確かに自己紹介の、あの、私いつの間にか終わってるね。なるほど、なるほど。そうだね、300日配信あるのかな、10月。なるほど、なるほど、了解です。ありがとう。じゃあ、じゃあねー、ありがとねー、こんばんは、おやすみ。おやすみ。ありがとう。じゃね。また明日ね。